DI パッケージとはエンジンオイルに使用する複数の添加剤を含む調合済みの添加剤。添加剤単品をコンポーネント添加剤といい、パッケージ添加剤は複数のコンポーネント添加剤を組み合わせたものである。通常潤滑油は元油に様々な添加剤をブレンドして製造するが、潤滑油メーカーは自社で複数の添加剤を調合するとなるとコストや 製造時の手間がかかる。そこですでに数種調合した添加剤がパッケージされて販売されており、潤滑油メーカーは目的に応じたこのような DI パッケージを用いてエンジンオイルを製造販売することが多い。DI の語源はディタージェントインヒビターのことで、それはパッケージの中には必ずディタージェントとインヒビターが配合されているからである。 エンジンオイルの DI パッケージとしては API、エレサックやアセアなどの規格に対応する形で製品が出されることが多い。一定品質以上の元油に DI パッケージと必要に応じた添加剤を配合することで規格を満たすオイルを製造する。ドーナツマークスターバーストマークを表示するためには API、エレサック規格の正式な認証を受ける必要があり、 認証には試験その他手続きで高額な費用がかかるとされる。しかしすでに企画認証を受けている DI パッケージを使用する場合、一定範囲の元油の変更や処方変更であればそれらの手続きを実質的にパスできるため低費用での表示が可能となる。このため高額な費用を負担できない中小規模のオイルブレンダーがドーナツマークスターバーストマークを表示する場合、 DI パッケージを使用することになる。大手の添加剤メーカーから様々な試験を経て開発されたものなので信頼性やコストパフォーマンスは高い。ただし汎用性が高い反面を脳ノのノのオイルに最適化されたものとは言えず、さらに前述のように API、エレ a ック規格の認証を受ける場合は一定範囲の仕様変更という縛りを受けるため独自性を出しにくくなる。 このため一部の高級オイル等では、規制の DI パッケージを使わず、コンポーネント添加剤を組み合わせた自社独自のパッケージを使用し、それを宣伝文句とすることもある。しかし DI パッケージを使用することで、一定の性能を付与することができるため大規模な研究開発を行う余裕がないメーカーでも時代に、あった品質のオイルを製造できるという点では、非常にメリットが大きい。 パッケージ添加剤を製造販売する主なメーカーとしては、アフトンケミカル、シェブロンオロナイト、ルブリゾール、インフィニアムなどがある。ありがとうございます。